ちは、はい、こんにちは。今メーカーさんのですね、クービさんのですね、メーカーさんの前に来てます。今日は浴槽のですね、まあ、リフォームとかできるアルパレージっていう、ね、商品の説明をですね、クービの担当の方にご説明をもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福美川工業の根岸と申します。よろしくお願いします。当社はですね、リフォーム市場に向けてアルパレージというの樹脂パネル、まあ、樹脂の化粧パネルなんですけれども、こういうパネルを作らせていただいてリフォーム市場に積極的に PR している会社でございます。このパネルの特徴としては 4mm の樹脂パネルで熱伝導が少ない、それから38番で、まあ、施工性がいいと。で、在来の浴室の壁に、まあ、在来の、タイルの上にそのまま貼っていただいてリフォームを簡潔にすると、容易にするというような商品でして、非常にお客様から作業性のいいことに対してはご好評をいただいております。で、一応壁がこのアルパレージという商品なんですけれども、まあ、天井、床、まあ、あとリフォームしなければいけないところなんですけど、天井には在来の福美で扱っているバスパネルという商品がございまして、で、床にはこちらなんですけど、アンカラという商品もまたご用意がありまして、まあ、これを全て使うことによって天井、壁、床、全ての在来の浴室の、壁面、天井面、床面をきれいにできるということで、まあ、ご好評をいただいて今進めさせていただいております。で、あとですね、この特徴としては、まあ、施工性の良いところと、冬場やっぱり外気が寒くなってくるとタイル壁ですと冷たくなってしまって、今世の中で言われているヒートショックとかそういう部分で、ご高齢の方に影響を与えるという問題が出ているんですけど、このパネルについては樹脂でできているので熱伝導が少ないということで、まあ、ヒートショックにもそういう影響を及ぼすこともないということで、そういう意味でもご好評を得ております。だいたい1坪ぐらいの、お風呂でリフォームする工期としては2日ないし3日間ぐらいで綺麗に仕上がりますので、3日ぐらいお風呂を我慢していただければ、新品に近いお風呂がまた体験できるということで、今後ですね、瀬野川木材さん並びに八王子地域、リフォーム屋さん、皆さんにより PR をさせていただいて、まあ、うちの商品アルパレージアンカラという商品を広げたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、今ですね、浴槽の改修のお話ありました。リフォームするなら、まあ、福美川工業さんのアルパレージ、まあ、お話の中でですね、お客様ももちろんお風呂を工事したいという方が多すぎます。まず水回りを工事するなればお風呂、次にキッチン、洗面トイレっていう話が多いんですけど、やっぱお風呂ってどうしてもネックがあります。やっぱ工事期間があるんですよね。もし今の在来のお風呂を壊して新規にユニットバスを入れるのに、お客様がお風呂に入れるまで約1週間と言われています。今の福美さんのお話の中では、やっぱりもちろんコストも下げて、お客様のやっぱりお風呂が入れないっていう精神的なダメージも少なくするためにも、まあ、これは本当に早い在来工法の極力、まあ、壊すことは少なくして、これから高齢化社会も多いのでですね、もちろん時期によっては、まあ、当てはまるもの当てはまらないものもあるんですけど、やはりお客様の望むもの最短方向でできるものは福美川工業さんのアルパレージかなと僕も思いますので、これからもうちの方としてもこれを商品をお客様の方に発信していたと思います。ありがとうございました。